やってもつまんねえし、負けたやつは罰ゲームってのはどうよ。罰ゲーム？負けた人は自分のスリーサイズ。すいません、嘘です。じゃあ今日の下着の色、自分のセクシャルポイント。体を洗うときまずどこから、初恋のエピソード語るとか。まあそのくらいなら。初恋のエピソード。